はい、ということで次は占いを探していこうと思います、はい、手相なんかいろんなジャンルの占いタロットとかいろいろあるじゃん。多分ね、横浜中華街は手相が有名。あ、そうなんだ。もうここにもあるけど、ここでいいんじゃない。もうここに入るじゃん、うん、2人の関係というよりは個人個人を見てほしくて。写していいですか。いいよ、頑張る。写さないで。あ、わかりました。長女。長女です、はい、で、あなたの子供の頃のね、手がこれ、ここに写ってるわけね。うん、力強く強いでしょう。それから先祖に守られて、素直に育ってるね。はい、頭もいいですよ。それからね、感情も豊かでね、うん、人に優しい女の子だったと思う。うん、頭いいんだね、本当に。独立してなんか自分でできるよね、これだったらね。あ、ありがとうございます、うん、結構先祖に救われてるところもあるけど、うん、自分でしっかり生きていく線もあるからね、うん、大丈夫。あなた健康だね。あ、ありがとうございます。ほとんど病気ないよ。何かしらあるんだけどね。何かしらはあんの。何かしらなんだよ。だから何かしらあんの。何かしらなんだよね。ずるいな。ほんとないよ。へぇ、金運も結構強いしね、うん、結婚者も綺麗だよ、ほら綺麗に上上がってるから、ね、玉の輿結婚も金やからね、良くなるかもね。お子さんも最初に動くよ。へぇ、女の子、男の子もみんな混ざってるね。そろそろで、これ海外してね。海外で行く、遊びにね、うん、遊びに行くようなんすな。こっからここまで入ったらセレブ、こっからここまで来たら海外で暮らす、うん、で、こっからここまで入った場合は海外で行方不明になって死んじゃうと。何その怖いっすよ。海外で亡くなる線。じゃあ次、順平。ああ、子供の時から素直だね。それと今ね、頭が疲れてる。頭と目が、頭と目が疲れてるの、うん、あんまり明るくないね。明るくない。モテない、モテない、うん、ここはね、あんまり明るくない、モテない、モテない。これだ、出てくるから大丈夫。怒られてんだよ、ちょいちょい。金運が出てない。金運が出てない。金運が出てない。最悪やんけ。今はね、でもこれからも伸びそうだよ。何線、何線。運命線。運命線。運命線でさ、自分の道を切らない。それと、ね、まだ出てないんだ、でもそれも、ね、で、これからこういう風に出てくると、これがいいんだよ、3期線。これがね、一番いいと思う。こっからこういう風に入って、こう入って、こう入るといいよ。全然何もないってことがいい。3本も追加されたもん。俺はもう本当何者でもないすごくない人なんだ。結婚者は28歳になる。あと4年後ぐらい、うん、あと4年、うん、優しそうよね。冷たくはない。それで自分がこれからどうなるか見ますか。見ます、見ます。2001年生まれ、平成13年1月10日。何でしょ、素晴らしい。素晴らしい、うん、人より秀でてる。秀でてる、うん、なんかやらかすんだ。そっちなんだ。炎上の方や。すごいね、男まさりだよね。男まさり、うん、今年はお金を出すことかなっていうのがあるから、あんまり出さない、気をつけてください。金遣いを気をつけてってことですか。そうそうそう。で、来年から強くなりますからね。金遣いが違うんだ、この子自身。ああ、ほんとお前はどこ行ってもいい感じだよな、ね、そうだね、両親も惹かれるし、友達もたくさんできるし、兄弟、うん、関係もできるし、うん、いいと思うわ。へー、ありがとうございます。平成10年1月8日8日っていうの。はい、怒られた。性格は明るい、ね、さっき性格明るくないって言われた。言った。うん、こっちの方が本物ってだから。あ、じゃあさっきの嘘か。だって忙しいよ、人生。結構センスもいいね。センスいいんすか。うん、やっぱおばあちゃん子なのかな。おばあちゃん子ですか、うん、おばあちゃんにすごい愛されて守られてるね。そうなんです ね、 ね。でもまあ僕たちは多分おばあちゃん子ですね。そうだね、完璧だね。これはお母さんの性格ですかね。お母さんに性格似てるんだ。あんま良くないかも、お母さんと似てるの。お父さんと似た方がいい性格は。しょうがないでしょ。私のせいじゃない。頭いいよ。発想能力もね、ちょっと違うことを考えたね。今好きなんだ。うん、ああ、みんなから愛されんじゃん。みんなから愛されんじゃん。じゃん、よかったね。よかった。俺にだけなんかちょっと厳しい、ね。じゃあその人に出てくるアイドルじゃん。去年とその前あんまり良くないじゃん。良くもあり悪くもありみたいな。悪いこともありましたね、大きい。だから波乱万丈なんだよ、どっか会社勤めてるの。勤めて会社やってるって感じ。あなたの上に誰もいないでしょ。うん、うん、それが一番いい。あ、そうなんだ。どこの会社勤めても上司バカだから、うん、勤まんない。
だからあなたが社長でてっぺんでいなきゃいけないの、分かった、で、粘り強いからね、この年はね、なんかいざこざあるかもしれないよ。9年後？そうそうそう、9年後のいざこざ、なんかね、自分の方がいいんだけど、相手にね、なんか言ったりして喧嘩になったりする可能性もあるから、ね、あや、じゃああやだ、ね、じゃあ9年後か、喧嘩でもよかった。10年、11年、10年、ここですごいいい結婚してる。いい結婚、うん、10年後、6年後、あ、6年後、うん、結構いい人出てる。6年後ってことは、はいはい、30だ。そう、6年後に結婚する、それとも6年、6年後に一緒になる。ああ、じゃあ4年後ぐらいに出会うのかな。そうだね、そういう感じ。長っ。